曜キングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース4の1トーズトロピカルトロールスと書いてるんですけど、あのトーズは引き返る、トロピカルは熱帯的な環境っていう意味らしいんですよ。なんでこのコース引き返るが熱帯雨林で過ごしてるようなコースをイメージしたものなんじゃないでしょうか。で、マリメに詳しい人はね教えてほしいんですけど、シャープ DGR ってあれ何、結構見るんだよね。コース名でシャープ DGR ってね、つけてる人多くない？それじゃあ早速やっていきますか。で、今日はキノピオに変えてきたんだよね。なんでかって言ったら、なんかツイッターの DM でね、ピオキングさんはキノピオっていうイメージですみたいな。いや、そんなイメージある？じゃあここは、パウを投げて、右に走っていきます。これで合ってる。開幕派だー。え、早く行ったらダメだったのかな？ちょっと様子見ていい？一旦パウ投げます。いや、早く行かな、行けんや。じゃあ左の方からさ、勢いよく走って渡ろうか。多分これで行けるんじゃないの？なんで？いや、どうすりゃいいのよ、ここ。パウ投げるでしょ。そして走って渡る。あ、なんかさ、パウ投げても、なんかブラパの生き残りみたいなのがいたね。なんで、勢いつけすぎたらダメっていうことだろうね。じゃあ、この四角、めちゃくちゃ怪しいね。なんか栗を叩いた瞬間。なんで、すぐ走って右に逃げます。多分それでやってる。じゃあここ素通りしてっていいのかな。うわ、落ちねえ、大丈夫だね。そしてガリガリの上に雲が見えます。うっぴー、今めっちゃ似てなかった？うっぴー、右側の方に乗ってってみようか。こっから走ってってジャンプ。そういう問題じゃねえ。いや、次はちゃんと乗るよ。真ん中のブロックに乗ってジャンプして右進む。それで合ってる。このバブルには引っかかりません。さあ、下か上か。いや、これどうして上に行くんじゃないの。うわ、隠しブロックがあるのか。ただこっちが正解っていうパターンありえるよね。どうなんだろう。扉入っていきます。うわ、違う、ちょっと危ない。倒しました。ブラトーグ城で誰か倒しました、初めて。誰か来いよ。そんじゃここは上が正解だったね。さあ、黄色いのか青のか、どっちだろう。キノピオだからさ、青行ってみる。わざわざ今日キノピオに変えてきたもんね。なんで違うの。もう青のキノピオ失格だな。もう黄色いキノピオに変えてこいよ。なんだこのチビライキュー。そしてどうすればいいのよ。なるほど、晴れに当たりながら、そしてこのフラワーも避けろと、そういう感じだね。いや、邪魔くせえこの花。あ、分かったよ。この土管にひっついておいてフラワーを出しておかない。多分それでいいと思うんだよね。なるべく右に追っておく。そしてすぐ左行ってすぐ右、そういう感じでしょ。よし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 。これはぬるいね。それじゃあここ左で合ってたね。絶対こっちが正解でしょ。よしよし、さあ中間取れました。こっからどうやって行くんだろう。なんか上行けそうじゃない。あ、なにこれ。いや、これ倒せるよ、見ててね。ほら、なんで隠しブロックがあんの、そこに。じゃあここどうすればよかったんだろう。右に行け。あ、羽が出てくるんだ、右の隠しブロックは。じゃあここで羽を出しておいて、こっから右に渡れっていう感じだろうね。で、ここでチビになる。いや、僕ならない。ほっ、よし、デカ状態キープしました。これ大丈夫かな。で、ここでかぶる。そう、かぶるよ。バカか俺は。すいません皆さん、頭悪いのが炸裂してしまいました。ここで亀の甲羅を投げて鍵を取れた、そういうことだね。はだシャカシャンで行ってみるね。ほっ、よし。で、ここでハテナブロックを叩いて鍵当てないと。そうでしょ、邪魔くせー。投げた瞬間上を進化しとこっか。それでドアに入れるんじゃないかな。行きます。よし。さあ次に進んでいきましょう。次はこのドアだね。次は何が待ち受けてるんでしょうか。うわ、ドッスンがいるな。ドッスンこっち来るでしょ。どうなる。いやいや、やってんじゃないの。よし、来たでしょこれ。うわ、どっち、下と右どっちだろう。あ、でも下行き止まりだね。なんでこれ上に上がっていくしかないと思うんだよね。こっちが正解でしょ。よしよしよし。はー。いや、でもあのブラパの土管さ、入れそうじゃない。右側だよきっと。あー、そこ。い
や、ますます怪しくなってきたよ、この左。ジャンプしないでブラパが通り過ぎた後に土管に入れるか試してみるで。入れた、絶対こっちが正解じゃねえか。どうなるって書いてある。上にたくさんいるな、サンボが。これ引いたら降ってくる感じでしょ。今日騙すのうまいな、この人。心理戦っていう感じがするね。じゃあこのまま一旦右行ってダッシュして、これ信じていい？信じますよ僕。頼む、待ってて、待って。なんかキノコ取ってこいみたいな書いてなかった？あのドッスンのさ、右にあるこのハテナ、キノコなんじゃないの？キノコを取ったハナちゃんでした。ただこれ抜けれるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。走って行ってみるね。いや、てっきり右にキノコがあるじゃん。だからキノコ取っていくんかなと思ったんけど違うんかな。いや、こんなの無理でしょ。なんか音符ブロックから出るっていう感じかな。これは上の音符ブロック怪しくない？あ、ここでファイヤーが出てくる。ただこっからどうやっていくかなんだよな。届かんよね、絶対。思いっきりジャンプして行ってみるね。わっ、いや無理。これ早く行かないけんのかな。なんでね、ここで一旦ファイヤー出してもらうでしょ。そんでブラパが落ちてくるより早く右に行く。それで合ってる。いや、ちょっと待って。全然ダメだった。いや、急いだらダメだったね。ここでジャンプするのは合ってた。そんでこの状態で溶かしてさ、右に行けばよかったんだよきっと。なんかブラパが出てこないもん今回。さあ、こっからどうしよう。まずこの骨倒します。壊したった。あ、大丈夫、まだ履けるね。どこに行けばいいんだろう。うわ、下が正解かな。なんかドッスンがいるもん。もうどこでもいいから一旦行っておく。うわ、この土管は入れない。この上の土管も入れないでしょ。じゃあ一番右の土管入れるか試してっていい？いや、ダメか、もうここしかねえじゃんか。絶対死に耐久かなんかでしょ。あ、合ってる、合ってんじゃないの。ほら、違うポイント取れたよ。熱い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 。ちょっと待って、これ剥がして、でこのまま右に行こう。ほら、合ってる、絶対。あっ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 、くっそ、なんもできねえ。じゃあ最初にこのクッパクラウンがあるじゃん、これに乗って右の壁をぶっ壊す。多分そういう感じでしょ。何やられた。今なんかやられたんだよね、クッパクラウンが。だってここで一旦さ、脱いで右に行こっか。壊したらもう多分脱いでいいよ。でこの状態で右に渡っていくと、多分そういう感じでやってるよ。うわ、危ねえな、この炎たち。この炎たちをどんどん避けれてか。上のブンブンたちがすごい邪魔くさいぞ。大丈夫、上ブンブン来ないかな。あ、ブンブン押したよ、なんか邪魔くせ。じゃあ次上から行ってみるね。上のブロックボブヘイが壊してくれたよね。でこの状態であの PSH のところに行きます。多分これで鍵の手に入る。頼む。よし。さあ進んでいきましょう。こっちが正解でしょう。なんで違うの。てっきりゴールかと思ったやん。もうどこに行けばいいだろう。一旦これ入っていこうか。予備、予備っていうか防具対策として。チェックポイントワンじゃねえか。うわ、どうしよう。これさ、行き道ここしかなかったよね。これ行き道あったっけ。ヒントがなかったもんね。いや、これ何のレースが勃発してんの。どうせチェックポイント1戻すんでしょ。早く戻してよ。うわ、この下落ちたらチェックポイント1戻すっていう感じでしょ。いや、これ左に戻ればワンチャンあるよ。これチェックポイント1取らないでいいんじゃないの。ほらほらほら、熱熱熱。こっち確か新耐久だったよね。来た。これガマ見つけました。ただこっからどうするかなんだよね。上行ってあの鍵扉に入ったらいけないでしょ。多分このブンブン倒すところまでは絶対合ってて、このさ右のこのブロック怪しくない？え、なんかあるんじゃないの。なんもないね。うわ、どうしよう。さっきのさ、あ、なんかあったあった。なるほど、これでこのドアに入ればゴールできるっていうわけでしょ。上は上のこの B ブロックが怪しいけど、これでゴールでしょう。きっとほら下のドアが開いたもんね。どうもありがとうございます。
はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、ワンテク波を乗り越えるということで、パラシュートをつけたトゲゾウが一体いるだけなんですよね。多分あのトゲゾウがねゴール条件になってると思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.31%、 なかなか難しいね。あ、やっぱりトゲゾウ一体倒してゴールだね。多分マグマが上がってきてさ、あのトゲゾウをマグマの中に沈めてゴールみたいな、そんな感じだよね。やっぱり絶対そうだと思った。じゃあスピンでさ、トゲゾウ踏んでおけばいいんじゃないの。多分それでいけるよ俺。やべ、このスキン乗れなかったね。このスキンワールドスキンとかと違ってさ、あのスピンジャンプがないからさ、このトゲゾウに乗れないんだよね。ちゅうことはさ、もう滞空時間稼ぐためにヒップドロップキャンセルをしていくしかないんじゃないの。ただこのスキンのヒップドロップキャンセルめっちゃ難しいんだよね。ちょっと練習していいかな。おっ、おい、一回もできてね。いや何回でもやるよこれ。ヒップドロップキャンセルでも滞空時間稼ぐしかないもんね。こんな感じ。うわ、惜しい。多分これゴールバーの方に近づいておかなきゃいけないんじゃないのかな。なんでゴールバーの近くに追っておこうか。ここで滞空時間を稼ぐ。いやむずっけ。4回ぐらいヒップドロップキャンセルしなきゃいけないのかな。ちょっと本気出していいかな。ほっ、いや4回は厳しいでしょ。せめて3回にして。頼む、1、2、3。おほほほほ、やった。これどうやって直すの。いやー、くっそー。もう一回上がってきてトゲゾウが倒せるっていう感じか。いやもう分かったから楽勝だよ。3回でいいっていうことが分かったね。あっつ。いやマジでそろそろクリアしよう。ここで3回ヒップドロップキャンセルで時間を稼いでマグマが上がってゴールできるっていう感じだね。やった。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。